例えばこういう風なワードがあって、こういう風によくこういう形でふっついてくるじゃないですか、こうやって。これってバーンってやったら赤だけ出てくるっていう。バーンってやったらこれがこうなって、これがこうなって、なんか赤だけ出てくるとか、なんかその角度、このどういう角度でふっつけるかっていうのがすごく大事で、だからこうやってまっすぐつけるっていうよりかは、こういう角度で、これがこうなっちゃうと黄色絶対出ないじゃないですか、こっちからだったら。こう今こっちから、こっちしか見えてない。なので少し内側につけたいっていうのはそういう考えがあります。例えばこれ前からこうやってやったら、黄色だけ出てくるとか。なんか最終的にそういう形になってたらいいよねっていう考えもあって、このアングルでつけていく。いいアングルでついてると赤としてはこれ今バンってやったら赤だけ出ていっちゃうみたいなことになってくるので、なんかそういう風な角度をしっかり見てつけるっていうのはよくよくあります。なのでスキップの例えばところに来てなんかコツンコツンって押し合いみたいなのをこうやってしていくうちになんか気づけば赤だけ出てく角度でなってたとか、なんかそうなると最後の一投ですごい大量得点取れたりとか、なんかそういう展開はちょいちょいあったりするので、その角度がもうあった時点で例えばこう、ね、赤チームとしてはもう何かここやられたら赤だけ出てくような形になってるんだったら赤ここに置くみたいな、これどう叩いてもここには当たらない、そういう場所を作ったりとか、なんか当てどころと違う角度になるように前の石をくっつけるみたいな、なんか実はガードしちゃうとガードからその場所に飛ばせたりするので、ガードをするよりかそこの石に当たらないようにもう1個置いちゃうみたいな、なんかそんなようなことを取るときもあります。 Tラインの後ろにね、こうやって相手の石がこんな風になって、例えばここにこうやってね投げるような展開、これこうなっちゃうと実はこの石ってもう一等では出ません。でどっちから打ってもどっちにも引っかかるっていう状態なので、こういう石の配置を赤チームとしては絶対に作ってはいけない。例えばね、少しでも角度がついてたり少しでも離れていたりする方が、実は石が離れてるとその分ね石が動く可能性っていうのがあるので、ポケットになっているっていうんですけれども、こんな状態を作らない方がいいです。でこれもですね、ちょっとでもこうやって離れてたりすると実はもうこれって打ったら全部バババーンって出たりしちゃうので、これもそのフリーズっていうショットとしてはすごくチャンスなんですけれども、ちょっとでも押し下げちゃったりするってなるともう出されるような形になっちゃうので、フリーズすごく難しいです。